こんにちは、はるです。今日は新大久保にウユと牛乳餅というものを食べに来ました。これがコロナの自粛期間中に SNS で、韓国の SNS で話題になってて、家で作ってみようみたいな感じのやつだったんですけど、そのウユと牛乳餅が食べれるお店が新大久保にあるらしいので、それを食べに行ってきたいと思います。でまだちょっとねコロナが心配なので、引き続き車で移動して車内でテイクアウトして食べたいと思います。それでは行ってきます。こちらが牛乳餅を売っている香港スイーツの専門店、香港正規です。場所は大久保駅から徒歩 1、2 分の場所にあります。メニューが下に出ていたんですが、こんな感じでちょっと見たことないようなスイーツが多いですね。香港スイーツってまだまだそんなに馴染みがないと思うんですが、今日食べるのはこちら、香港牛乳餅です。オレオ、きな粉、黒ごま、ピーナッツとかね、味の種類も結構ありますね。で、1階はタピオカ屋さんで、こちらの飲み物を持ち込むこともできるそうです。それでは早速入ってみましょう。メニューはこんな感じで、ココナッツミルクプリン、ヤンジーガンルー、ヤンジーウェン、そして香港牛乳餅や香港牛乳プリン、香港ミルクケーキとかね、いろんなものがあります。香港スイーツ好きにはたまらないですね。発泡おかゆとか緑豆スープとか、小豆黒豆スープとか、そういうものもあるみたいですね。あとチキンナゲット、しょっぱいサイドメニューなどもあったりしました。で、ここでちょっと問題だったんですけど、どうしても食べたかった牛乳餅がテイクアウトできない、店内限定だということで、今回お店もすごく混んでいたわけでもなかったし、ちゃんとソーシャルディスタンスを保って店内で食べたいと思います。1番のココナッツミルクプリンと、はいはい、あとヤンジーガンル、はい、牛乳餅のオレオときな粉1つずつ、はい。こちらは待ってる間にサービスでいただいたココナッツウォーターです。ほんのり甘くてココナッツの香りがして美味しいです。あ、2個まで食べられますので、ぜひお願いします。すごい、来ました。これがココナッツミルクプリンです。まんまココナッツの殻の中にココナッツミルクで作ったプリンと、あと上にかかってるのはココナッツフレークですね。美味しそう。来ました、ココナッツプリン。すごくない？サイズ感、もう丸ごとココナッツが器になってて、中の果肉まで食べれるそうです。楽しみ、いただきます。信じらんないぐらい美味しいね。これ超美味しいよ、ココナッツプリン。ヤンジーガンルでございます。よく混ぜてお召しください。はい、あと新商品ありますけど、まだメニューを載せないので、よかったら食べてみてください。ありがとうございます。とてもないです。どうぞ。超柔らかい。すごくない？すごい濃厚なココナッツミルクがそのままプリンになってる、うん、こちらは香港発祥のスイーツ、ヤンジーガンルーです。マンゴーピューレのシロップにココナッツミルクのペーストが一緒に入っていて、中にはゴロゴロタピオカとマンゴー、あとピンクグレープフルーツが入っています。マンゴーとココナッツミルク好きにはたまらない一品なんです。もうマンゴー好きにはたまらんぐらい美味しいマンゴータピオカですね。で、最近粒が大きいタピオカがね、一般的だと思うけど、私こういうちっちゃい粒々のタピオカも大好きです。喉越しがいいし。
で、マンゴーもゴロゴロ入っててすごい美味しいです。もうこの時点でだいぶ香港スイーツの美味しさに圧倒されています。ほんとなんかもうレポートする暇もないぐらい美味しくて食べちゃう。こちらはサービスでいただいた新メニュー開発中のものだそうです。謎のゼリー、価格も聞いてないし名前も聞いてないからちょっとわからないんだけど、透き通った柔らかいゼリーですね。どんな味なんでしょうか。サービスでもらったまだメニューにはないという新商品を食べたいと思います。透明でプルプルしてます。ちょっと何なのか、名前も何なのか味もどんなのか聞いてないんで、とりあえず食べてみたいと思います。昨日ココナッツウォーター、このココナッツウォーターに甘みを足したすごいココナッツの味がするライトなジェリーみたいな、美味しい。これもこちらが今回のお目当て、香港牛乳餅のきなこ味です。出来たてほかほかのあったかい白い牛乳餅にきなこがついてきます。とっても美味しそうです。まず出来たてのお餅を温かいうちにきなこの器に移します。この牛乳餅がね、普通のお餅ともまた違ってすごい粘り気があって餅って感じなんですよ。これにきな粉をまんべんなく全体に絡めて少しずつ食べます。もう見てるだけで美味しそうなのわかるでしょ。あったかくてほんのり甘い牛乳のお餅ですよ。最高です。牛乳餅食べたいと思います。牛乳の餅だ。すごい、こんなん食べたことない。なんだろう、普通のお餅とも違うし、牛乳のプリンとかそういうのとも違うし、本当に食べたことないです。牛皮とかとも全然違うし、あったかい牛乳味のお餅です。もちもちしてる。すごくない？この一緒についてるきな粉もすごい甘いきな粉じゃなくて、きな粉の素朴な味がして美味しいです。そしてこちらが香港牛乳餅のオレオ味です。最近韓国でも日本でもオレオチーズケーキとかオレオ流行ってますよね。ちょっとこちらもチャレンジしたいなと思って注文しちゃいました。きなこと同じようにお餅を出来たてのうちにオレオの上に出して、まんべんなくオレオをお餅全体に絡めて食べたいと思います。牛乳餅もオレオも美味しいんだけど、ちょっとねまぶしてるとこは見た目がね、ちょっとねって感じだけど、でもね味は保証できると思うんで、よし行ってみましょう。これはオレオ餅の方です。すごいオレオ、ちょっとどんな味がするんだろう。いただきます。オレオ餅もめっちゃ美味しい。これ、オレオがそんなすごい甘いんじゃなくてほろ苦くて美味しいな。ちゃんとオレオのビスケットの味がします。めちゃめちゃ美味しいです。
ココナッツの殻の中のとこを食べたいと思います。中の殻も食べれるそうなので、あ、こんな感じで皮の部分も取れます。ココナッツの皮ってこういう味がするんだ。生のココナッツの果肉は初めて食べたんですけど、繊維質でシャキシャキしてココナッツの甘み香りもあってとっても美味しかったです。こうやってココナッツ丸ごとをスプーンでカリカリして食べるなんてすごい珍しいですよね。はい、というわけで今回は香港スイーツ、ウユと牛乳餅を食べてきました。でリサーチ不足で私が食べたかった牛乳餅はなんと店内限定だったので、まあ、店内も空いてたし、そろそろ県をまたいだ移動とかそういうのも許可されてきたから店内でも食べていいだろうということで店内で食べてきました。あれはね、確かにその場で食べなきゃダメだ。本当にあったかくて出来たての牛乳餅です。本当に美味しい。あれはもちろん他にも頼んだココナッツミルクプリン、あのココナッツ丸ごとのやつとかね、あとヤンジーガンルだっけ、マンゴーのタピオカの入ったやつとかも全部美味しくって、私香港は行ったことないんだけどね、香港スイーツこれからすごい来ると思います。ぜひ皆さん行ってみてください。新大久保っていうか大久保に近い方ですね。で駅からも近いから全然歩いて行けると思います。ぜひ食べに行ってください。今日はこんな感じです。美味しい牛乳餅が食べられる新大久保のお店レポートしてきました。この動画が参考になったよという方はいいねやチャンネル登録、インスタのフォローなどもよろしくお願いします。バイバイ。